皆さんこんにちは、マナルイルビジです。では今回はゲルネゴアクシズの脅威 V レーベル将軍編、続きをプレイしていきたいと思います。前回は第1部として1年戦争編、これをサイド3本国へ進行することによって終結させることができました。今回は第2部続きになります。まず地球上と宇宙とそれぞれの勢力図見ておきましょう。地球上はですね、オデッサとキリマンジャロ、これがエギウデラーズのデラーズフリートに取られてしまってるんですけども、それ以外は全部連邦が確保してあるという状況です。一方宇宙の方なんですけども、こっちがですね、それなりにデラーズフリートに取られてしまっていて、まずはですね、コンペイト、旧ソロモンですね、ここも取られてますし、アーバーワーク、ここも取られてしまっているというところです。なのでどちらかというと宇宙での戦いの方が苦戦しそうな状況です。では部隊の配置確認しておきましょう。部隊はですね、自動で割り振られてしまっているので、どうこう自分でするには部隊を動かす必要があってですね、取り急ぎ取れそうなところっていうところで言うと、まずはオデッサですね、オデッサを攻めるためにオデッサの周辺に部隊をかき集めてます。なので部隊が集結次第オデッサに侵入。宇宙の方は迷ったんですが、アーバーワークですね、ここに部隊を送り込んでいこうというふうに思っています。生産はジムコマンド宇宙戦士用、もしくはデザートジム、それにジムスナイパーとガンキャノン量産型、これを量産体制に入っているというところです。将軍からガンダム開発計画が提案されました。来ましたね、 GP シリーズ1号機2号機3号機と作っていきたいと思います。現状1年戦争からモビルスーツがアップデートできてないので、ガンダム開発計画はしがみついてでもやりたいですね。お金を使っていきましょう。開発部より新兵器の開発プランが提案されました。開発部の提案をご覧になりますか？ではガンダム開発計画発動です。はい、ガンダム開発計画を開始します。開発部の報告をお待ちください。楽しみですね。では部隊の方ですが、送り込んでいきましょう。エマさんとかですね、ジェリド、マウア、カクリコンなんかが新しく配備されているので、彼らも参戦してもらおうかなというふうには思っています。では各戦線デラーズフリートと激戦を繰り広げてますが、オデッサ、ここに攻め込んでいきましょう。敵エリアに侵入しました。攻略戦を開始します。稀に強力なユニットが、混入していることがあるので、そこだけ要注意ですね。強力なユニット相手だと歯が立たないというところもありますので、しっかり敵ユニットは見極めながら進んでいければいいのかなというふうには思います。では部隊基地中心部に向けて発進していきます。ではオデッサの攻防ですが、モビルスーツ隊展開していきましょう。ここにいるのザメルっぽいんですよね。ザメルはできれば格闘戦で仕留めていきたいんですけど、人当たりかけてみましょうか。このフェーズでジムごときに何ができるというのはもちろんあるんですが、格闘戦を仕掛けてみたいと思います。ザメル、格闘戦でジムでも倒せましたね。この調子で格闘戦を挑んでザメルは潰していきましょう。オデッサの攻略戦と並行してアーバーワークの攻略戦も行っていきます。連邦軍の方がちょっと戦力少ないですが、この後ソロモンとグラナダで
フル稼働させている量産機、これを投入していきたいと思いますので、まずはしっかり継戦すること、1ターンで敗退しないこと、これをね、最優先に考えてやっていきたいと思います。ここには、まあ、いわゆるティタンズメンバーを中心に配備してありますので、まあ、エマさんだったり、ジェリトやカクリコン、マウアー、まあ、こういったメンバーが、この、アーバーワクー、ゼダンの門になってるのかな？まだアーバーワクーですね。ここに攻め込んでいるという状況です。名乗りぐらい上げたらどうなんだい、ビビっちまったのかい。ここはライラさんです。ライラさんももうティタンズ風の実力が違う、ビジュアルに変わってますね。ここはマグワ、これも旧式のザク相手だったら問題はないかなと思います。たまにね、最新鋭機が混ざってるので、先ほどもお話した通り最新駅がいるところだけはね、注意をしないと痛い目に遭いますからね。さて、こちらはジェリド。ここはゲルググマリーネがいますね。ゲルググマリーネになってくると、やっぱりちょっと1ランク、2ランク、モビルスーツ、スペック上がってきてますんで、注意はしていきたいと思います。ジェリドもだいぶ削られてしまいましたね。どうやら月は俺の方にあったようだな。オデッサの攻防戦ですが、これで、オデッサ取れるかなというところですね。デラーズフリートからオデッサを奪還しました。これで地上におけるデラーズの拠点はキリマンジャロのみになりましたね。キリマンジャロにこのまま舞台進めていきたいと思います。続いてアーバーワクーの攻防戦に移ります。オデッサは取れたので、このアーバーワクーも取れたらだいぶ戦い楽になると思うので、ここまでなんとか一気にね、多少の損害は出たとしても、押し込んでいく。まあそういう形を作っていきましょう。今回は、サイド3、それとグラナダ、それぞれ生産したモビルスーツを投入してます。まあ力押し、数で押せるかなとは思うんですけど、デラーズフリートの高性能モビルスーツが出てきた時だけ注意はしていきたいと思います。ここにデラーズがいますね。指揮能力14、射撃12、このあたりはさすがですね。このグア人をまず撃沈最優先に上げていきたいと思います。ガンキャノン、量産型ですね。ここでデラーズ撃沈できると大きいですけど、耐久もそれなりにある、このグア人。落としきれませんでしたね。次のターンで少し回復されると思います。無茶だよ。さあ今度こそデラーズこのグワジン撃沈したいですよね。いけるか、格闘がどれくらい入るかですけど、ちょっと落としきれないかな。いや粘るな。デラーズ落とすだけで、このキャラなしユニットの戦闘力をだいぶ落とせると思うので、優先的にね、デラーズ狙ってるんですけど、なかなか撃沈まで持っていけないですね。開発レベルですが、現状14です。これ、どうだろう、20ぐらいまで、どんどん上げていくためにお金使っていきましょう。残ったお金で、宇宙での戦力増強。このために、生産。現状だと、ガンキャノン D。これにジムコマンド宇宙戦士を、まあまだこれ使ってんのかっていうのはあるんですけど、このあたりを中心に使っていくしかないですね。あと宇宙での戦力増強という意味では、ホワイトベースとあといくつかユニットですね、宇宙に上げようと思います。そうだな、この中で言うと、サウスバニング対のガンダム、このあたりは宇宙に送ってもいいかもしれませんね。
ある程度まとまった数宇宙に送っちゃいます。ようやくデラーズ撃沈しました。このデラーズの撃沈がもう2ターンぐらい早かったら、もっと効率よくね、敵を倒していけたかなと思うんですけど、ちょっと目論みが甘かったですね。あと強キャラで言うと、ここにまだ新松永のビグロが残ってるようだったので、このビグロをなんとか始末してですね、残りの敵を相当してアーバーワークを奪還していきましょう。新松永のビグロ、これ撃沈してまーす。強い。もう一度。これまた削りましたね。開発の状況ですが、高機動型ジェムの開発まで来ています。で、これに伴ってですね、新しい量産機、これも変更していきましょう。今までは、まあ、言っても、ジム、宇宙船仕様、これを使っていたんですけど、これからはジム海、これに量産機切り替えていきたいと思います。アーバーワークの攻防戦ですが、最後、デラーズ軍のコッセルのザンジュバラですね。これを撃沈して、少しターン数かかってしまいましたが、無事にアーバーワーク制圧完了です。この後は、地上ではキリマンジャロ、宇宙では、まあ、ソロモンなんかを攻めつつですね、戦力の増強をしっかり行っていきたいと思います。では、最後にですね、ちょうど、ガンダム開発計画 GP01 ですね、これが、提案されてますので、資金を投入して、この続きは次回またプレイをしていきたいと思います。